で、ここ、はい、スキル短縮、からのバウンドマン無敵、はい、最強、一発、振動状態入ったんで、KO。セラソットもココナスです。本日も一日お疲れ様でした。ということで、バウンティーラッシュ、楽しんでいきましょう。今回はユメルフィ使っていこうかなと思うんですが、コンセプトとしては、男のロマンを叶えていこう編成となっております。メダルはこの2枚で、敵を KO した時、スキル1のクールタイムを 16% 短縮してくれるような内容となっております。で、ユメルフィっていうのはね、やっぱこのスタイルをね、変換することができるという、もういかにも男心くすぐるようなね、まあ、めちゃくちゃ楽しい性能を持っております。で、このスキル1のギアフォース解除時、クールタイムを20秒にまた短縮してくれますので、これでどんどん敵を KO して、このスキル1の解除を短縮していく。で、解除してデフォルトの状態に戻ったらまた変身できるようなスキルが溜まる。そして変身して敵を KO してまたスキル1の解除が溜まるという、ループ&ループで超絶スキル短縮構築となっております。全体的なサポートはこういう感じ。中で今回攻撃盛りとか耐久盛りとかではなく、男のロマン盛り編成やっていきましょう。動画が少しでも楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。ということで、どうぞ。はい、よろしくお願いします。ということで、今回は、まあ、夢ルフィということで、まあ、男のロマンを叶えていこうという編成、まあ、スキルをね、どんどん短縮していこうという構築になっております。よろしくお願いいたしますと。いやね、お試しで使ってみたんですけど、この編成結構ね、強くて、やっぱそのスキルをどんどん回して変身しまくれると、トランスフォーマー的なね、感じで、まあ、や男心をね、くすぐるやんっていうような、まあ、構築で、まあ、すっげえ楽しい。使ってみて、まあ、攻撃盛りとか、まあ、耐久型とかっていうよりかは、まあ、一番使ってて楽しいような夢ルフィ編成となっておりますので、ちょっと使っていこうかなと、思います。で、バウンドマンが KO 性能ゴリゴリに高いんで、まあ、極力メインはバウンドマン仕様になってくるかな、なぁと。で、からのここ、あと打ち、しっかりとグラグラ入れて、からのパンチングマシン、後ろのバウンドマンにも当たってほしい。さあ、このバウンドマンをどんどん使ってって、KO しまくってスキルを短縮していこうという、今回はね、内容になっております。さあ、このバウンドマンのね、攻撃性能クソ高いよ。本当にさあ、これもいける、これもいける。さあ、オッケー、いいよ。これスキル短縮して、ここプッシュして、スキル短縮してから、もう一発バウンドマンで、グラグラ入れてから、はい、パンチングマシンで殴りまくって、いけいけいけ、はい、これ KO もぎ取れる、KO して、スキル1短縮して、さあ、ちょ、ヤマト、見えてなかった。雷鳴発揮してんの見えてなかった。だがしかし、これでもうすぐ、もうね、スキル1が溜まりますので、スキル1を解除すれば、スキル短縮できる。さあ、ここでスネークマン変身、KO、スキル1短縮できるというところで。で、スキル2のパンチングマシーンも溜まってるし、これがさ、めちゃくちゃ楽しいし強いよな。本当に楽しい強い。で、スキル1がもうすぐ溜まりますので、使って、で、あのスキルをどんどん循環させていこうと、いうバウンドマン溜まったさ、あそこのバウンドマン、オッケー、それに合わせてしっかりとバウンドマンは、あ、そっちじゃない？またそっちじゃない？ちょ、バウンドマンこれ、たまによく違う方狙ってるのと違う方行くよな。で、これちょっと KO、危ない。KO ちょっともぎ取っていってって、スキル1をね、短縮して、行こうかなと。オッケーオッケーオッケー。さあ、これで一発起動しただけでこんなスキル1溜まるんですよ。で、このスキル1をまたね、解除してしまえば、スキル2がまた溜まるというところで、あ、スキルじゃねえ、スキル1か、スキル1が溜まってしまう。さあ、スネークマンでここを吹っ飛ばしていく。で、危ない、あ、ちょ、待って、あ、そっち、あ、ば、ま、ちょ、お前お前が来るんかーい、ちょ、待って、ワカレイリーさんに今フェンズにすっげえ騙されたんやけど、スネーク、さあ、裏、別れにさせていきましょう。まあ、正面、裏、最後、終盤、別れに変わった方が、ま、強さはありますので、まあ、ここ、ホロホロに、行動、あ、ちょっと待ってよ。カウンター警戒、カウンター警戒、オッケー、ヤマト、カウンター警戒。さあ、カウンターだけ警戒して、あ、雷鳴吐き。強。ヤマト、ちょ、カウンター怖くて、早々簡単に攻撃、カウンターと、あー、待って。ちょっと待って。そこで、うまいわ、このヤマト。ということで、まあ、負けてしまったんですけれども、スコア結構稼げることもできて、めちゃくちゃ楽しい編成となっております。ありがとうございます。はい、決数お願いします。ってことで、男の夢、ローマンを詰めたスキル回転率アップ編成やっていきましょう。これスキルいただきまして、さあ、ここをしっかりと、で、ロジャー選手に攻撃される前に、ここ KO しときますと。オッケー、いや、カイドウさんもありがとう。なんか攻撃されてる。どこ？あそこが、これでね、どんどん KO していって、まあ、スキル回転率を上げていきましょう。というような構築になっております。ここプシューしてってスキル回転率上げて、さあ、ここ果敢に、回避どんどん誘って、間に合い、スキル2間に合う、ドーン。オッケーオッケー。で、これおそらくスキル2が間に合うんで、ここでしっかりと縛っていくと。いや、このバウンドマンがガチで強いんで、このね、バウンドマンを活かしてどんどんスキル回転をさせていこうと。同時に、まあ、変身という男のロマンを叶えていこう。そういった構築になっております。ここプシューしてってスキル回転率上げて、
よいしょ、1、2のシャンノン。で、ここ無敵で合わせ、おい。若干時間差。ここも無敵、しっかりと縛いていく。んで、あとは、このヤマトッチもしっかりとね、ここで気絶入れつつも、しっかりと殴って防御力アップできた、攻撃力アップできた、しっかりと破壊力増した。よいしょ ?1、2、はい、1、2、はい、1、2、いや、で、ここ、はい、スキル短縮、からのバウンドマン無敵、はい、最強、一発振動状態入ったんで、KO。強。KO 性能高すぎやろ。KO 性能高すぎ、新一やろ。んーで、ここを毎回プッシュする、スキル回転率。あ、またまた、危ない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 。そこ、いや、また無敵でちょっと合わせるしかせざるを得ない。で、ここちょっとワンチャンないか、ワンチャンないか。オッケー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 。全然オッケーではないんだけど、さ、そこ、カイドウ強い。カイドウマジで一人いるだけで助かるわ。で、あとはちょっとジャスト回避の極みをしてくれ。カイドウ強いって。あ、じゃ全然見てなかった。カイドウに見とれてすぎた。んだがしかし割合ダメージはそこまで怖くありませんよ、というところで、ちょっとここだけ話しとく、話させといて、んで、スキル回転させといて、で、赤犬の方をしっかりとぶん殴っとく。オッケー、そこ逃げてくれるのでかい。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、全然オッケーじゃない。んで、真ん中取られそうやな。どうしよう。スネークマンよりバンドマンの方がやっぱなんか使い勝手良さそうな感じがしているんだけれども、あそこと、いや、また。1、2、いやー、何に後半めちゃくちゃグズだっちゃったんだけれども、まあ、ここから、まあ、最後は正直機動力あるワカレリーに託しといた方が強いということに気づいてしまった。ここはしっかりとあそこ回避見てる。なんで、失敗してしまった。で、無敵、3ナイス。3のその、さりげない攻撃、強い。んで、ここも1。あー、なるほど、回避も。これは流星火山ね。オッケー。あとはもうこれ、ただジャスト回避しときゃ、なんで回避できなかったんだろう。まあ、ここはあとは、まあ、ザクザク、守っときゃなんとかなるでしょう。というところで、まあ、最後は機動力あるね、レイリーに任せた方が、全体的に強めになります。と、ありがとうございました。最初お願いします。ということで、有名ルフィのね、まあ、スキル鬼短縮構築やっていきたいと思います。まあ、ルフィの、このルフィのね、まあ、メダル何がいいかなっていろいろね、考えては見るものの、まあ、例えば耐久力がないからダメージカットとか、まあ、攻撃ガン盛りとかっていうのもね、やっぱいろいろあると思うんですけれども、まあ、やっぱりね、夢ルフィ、夢っていうだけあって、まあ、極力この、まあ、なんちゅうの、まあ、ロマン型をね、やっていきたいなっていうのが、うん、まあ、今回の構築の内容となっております。このバウンドマンが鬼クソにね、やっぱ強くて、このスキルでズズドンと。おっとそれ避けれるんだ。なるほど。なるほど。あ、なるほど。気絶無効だからかな。なるほどね。よいしょ。さあ、ロジャー船長もこれで倒していきたい。所存。さあ、最強。これでスキルを短縮してからの、はい、スネークマン無敵スキル。避けられてしまったら困っちゃう。あ、終わっちゃったー。さあ、もう一発やっていきましょう。まあ、どうしてもね、85レベルってのもあると思うんですけど、耐久力がね、やっぱそこまでめちゃくちゃある方では、ないのが、ちょっと難点ではあるんですが、かといってそれを上回る破壊力っていうのをね、ちょっと、決めていこうかなと。1、回避誘っといて、1、はい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 、いかないタイプね。これちょっと握るか、握っちゃって、ごふ待って。カイドウのやつ、これ気抜くと忘れるんよな、いつも。あー、カイドウおるなーっていうの。気抜くと、さえやられてしまうんで、1、回避誘ってから、いや、そっちじゃないねー。だがしかし、このバウンドマンが、まあ、ひたすらにね、強いので、こっからちょっと攻めていきましょいと。なる、そこ避けてから、ズドド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 ド、いや、強すぎ。さあ、バウンドマンのこの破壊力たるやいないや、マジ強いよな。で、ここでプッシュしといて、スキル回転させといて、スネークマン変身、ゲッターモード。さあ、ここ旗取れるよ。ゲッター2人分のダッシュ速度は A ギチーねと。んで、ここを、まあ、どん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 、あー、おでさん。気をさせてほしかった。ここ、ロジャー選手多分スキル2で貯めてくるんで逃げます。オッケー。さあ、ここで攻撃当たらなければなんとかなると。ロジャー選手強。はい、まあ、ここ裏はちょっと最後、機動力あるワカレリでやっていきたいと思います。いやー、届かんへんのかー。ちょっと待ってくれー。ちょっと待って。オッケー、ナイス。さあ、ここしっかりと勝っていく。あと攻撃はね、まあ、あとジャスト回避すれば、ここの旗は守りきれますので、しっかりと様子見をしていこうかなと。で、あれは、ちょっと順番ね、入っていって、ここで戻っていくと。はいはい、いいよ、頑張ってー、ルフィ頑張ってー。D だけ取られないようにだけ気をつけて。さあ、最後3旗守りきれば勝ち。さあ、ここで、いいよ、順番に。ここでジャスカイ引き決めて、はい、全員吹っ飛ばし、からの、はい、全員吹っ飛ばし、ワカレリ、最後の機動力最強。は
はい、ショーお願いしますということで、スキル短縮型ルフィやっていきましょう。まあ、序盤はね、やっぱめちゃくちゃ強かったりするんだけど、終盤は、まあ、機動力のあるね、若レイリーに託したら、割とね、安定した試合とかにもなったり、スコア結構稼げたりしますので、まあ、終盤はあえて、まあ、レイリーに交換するのもありかなっていうような、まあ、やってみた感想となっております。で、まあ、あとはシンプルにね、バウンドマンが強いんで、それをどんどん活かしていこうかなという、ここをちょっとおでんさんを自由にさせてあげて、よいしょ。おいしょ。おいしょ。さあ、ここ、はい、ロジャー見えてる。見え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 。海賊を二人、海賊を二人、海賊を二人。で、ルバカレーリー後ろ見えてる。さあ、ここ届け届けでも、ロジャー船長、こういう風に普通に狩れるんよな、バウンドマンって。振動がマジで強くて、このバウンドマンを活かしていけば、どんどんスキルでね、短縮することもできると思いますので、ぜひね、お試しあれと。いうような、まあ、編成になっております。カムサリはここは届かないだろうと。おでんの顔で見えないカムサリ、そこはさすがに、あ、当たってるで、これスキルに溜まりそうなんで、スキルに溜まったらスキルにぶっ破してからスキル1をね、回していこうかなと、思いますう。んいや、だがしかし、私はやっぱりバウンドマンにしてから、ここ、おでんさん、しっかりと勝ってって、で、そこでね、ここしっかりドドドドドドド、いや、だよな。これ若干竹違う方行くんよな。んで、あのおでんさんとか、ちょっと買っていきたいんけど、さすがに無理やな。で、この、まず枯れるもんはどんどん買っていこうと。オッケーオッケー、枯れるもんはどんどん、買っていきたい、一緒ぞ。1、2の。まずプッシュしといてからの、そこで、はい、無敵発動してって回してからの、さあ、そこも取れるのではなかろうかと思いきや、取れなさそう。で、ロジャー船長とか枯れそうだ。あ、勝ってしまった。よしよしよし。おつけおつけおつけ。ちょ、スネークマン、ちょ、むずいよな。この動きといい。なんか、ちょっと、なんか、動きが。うん。後ろの分かりに飛んできそうやな。さあ、そこを通常攻撃に合わせて、いや、飛んできた。で、ここは、ロジャー船長来たんで、まあ、ある程度は大丈夫であろうと。いうところで、ここ、ルフィ見えてる。オッケー。だがしかし、スキル値はすでに溜まってる状態ですので、ここ一旦解除して、まあ、このデフォの状態で回っとくとのも、割とね、大事なポイントか、とか、まあ、視聴者さんにコメントで教えてもらったんだけど、このデフォの状態でね、回っとくと結構強いですよ、というところで、ここ割り際しっかりとバウンドマン。それ間に合うちょ、待って、ちょっと待って。HP 1かないよ。オッケーオッケー、耐えた耐えた。よろろろ、いけー、回復しろ無理だった。あ、終わった。やだやだやだ、耐えた耐えて、固く消して、しく体力回復。あ、終わった。まあ言ってた終盤はこういった若レイリーに回して、ちょっと機動力ね、ある方をちょっと使っていこうかなと思います。あそこの若レイリー、おっとあっち行ってしまったがゆえの、ここちょっとスーパーサイヤ人だけ取っといて、回避ないのは、まあ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 、ちょ、おつけ。ただしかし、ここ1。ユロキムコ、オッケーオッケーオッケー、間に合う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 。やっぱ最後のね、若レイリーのこの一押しが強いよな。これが結構安定するんすよ。